Hey, what's up guys, Kazuto here, and we're back to Sword Art Online, Alicia's and Ricori's. So, I actually recording this around, I don't know, a week or two from the last video. And the last video is actually about a week or two from I recording it. So yeah, but it's okay. Right now, I've been like, you know, constantly recording and constantly uploading anything. So yeah, I think this is where we grab the new sword. 未来、このありさまを。この国連岩の砥石は3年使えるはずが、たった1年で6つも全損してしまったわい。本当、すんません。それで剣はできたんですか？これが。待て待て、若いの、まだ研ぎ代の話をしとらんかったな。後期丸1年加えて高級砥石6個分じゃ。まずい、衛兵隊で稼いだ金はこの1年間の町での買い食いなんかでかなり減ってるぞ。大丈夫だよキリト、念のために僕もお金全部持ってきたから。助かるユージオン。とはいえ俺たち二人の全財産を合わせてもまるっきり足りなかったとしたら、それってもしかして禁忌目録違反？警察ではなく聖護騎士が飛んできて即逮捕投獄。ただにしといてやらんでもない。本当で。ただし若いの、お前さんがこの化け物を触れるならじゃ。化け物ですか？素材の段階でとんでもなく重かったこいつを北の果てからここまで運んできたんじゃ、見込みはあろう。ルーリットの村を出てしばらく歩いた頃、俺たちの前にガリッタという名の老人が現れた。ガリッタ老人は元ギガスシダーの刻み手、つまりユージオの前任者だった。ガリッタ老人はユージオがついに木を切り倒せた理由を尋ねた後、俺たちを再びギガスシダーの元へ導いた。切り倒されたギガスシダーのてっぺんの枝を剣で断ち切れというガリッタ老人。なんでもその枝は最もソルスの恵みを吸い込んだものらしい。ガリッタ老人はその枝を王都セントリアの北七区に店を構えるサードレという細工師に預けるようにと言った。しかし言っておくぞ、こいつ剣として完成した途端またひときわ重くなりよった。あれ以上に重くなったのか。鍛冶師や細工師はテラリア神の加護でどんなに上等な剣も運ぶことだけはできるはずなんじゃが、わしとて1メル持ち上げるのが精一杯じゃ。キリト、やってみるよ。俺はこれまで無数の剣を手にしてきたが、その大部分が VRMMO のオブジェクトだった。しかしそれでも、あるいはだからこそ、柄を握っただけで伝わるものがある。右の手のひらから腕、肩を経て背筋に続々と走るこの感覚。そいつを触れるかね。ユージオ、下がってくれ。うん、行くぜ。すごい。学院のひよっこ連士がそいつを振り寄ったか。This sword is incredible. Well, I didn't see it. いい剣です。当たり前じゃい。国連岩の砥石6個じゃぞ。だがまあ約束だ。研ぎ代はいらん。出世したら剣は細工師サードレの作と広めてくれりゃいい。そいつはたった今からお前さんのもんだ。
Well, thank you much. 本当にありがとうございました。名はお前さんが考えるんじゃぞ。うちの店の看板でもあるんじゃ。妙な名前をつけんでくれよ。な、考えておきます。それじゃ、店名が減ったらまた研ぎをお願いしに来ますんで。うん、言っとくが、その時はただにせんからな。もちろんです。よし。うん。Well, we already got the sword. So, that's it, I think. Search the request area. 二人とも準備はいいな。ええ、問題ありません。俺もいつでも行けますよ。気合入ってるね。こいつを思いっきり試せる機会だからな。では今回は全てキリトに任せるとしようか。いや、さすがにそれは冗談だ。さて今回も無事に終わらせよう。Okay, let's go. So I've been thinking. I think I might round. Speed run this. It's not like a speed run, but it's there. Okay. Okay, alright. So I think I'm going to. I don't know. Maybe I'm going to recording like 2 hours, 3 hours, and it's probably be like. 3 or 4 videos. So I've been thinking, like, when I play Sword Art Online, Fatal Bullets, where after 30 minutes there's will be a cut, and then we proceed to the next video where it continues, something like that. But I don't know if I can do it.This quickly, I mean, when there is no conversation at all. Wait, is that here? Okay. Whew, almost missed that. So, I kind of want to, you know, like finish this chapter one. Because if it's not, just.Oh my god, it's so long. Oh, hold on, I kind of forgot. Okay, now I know how to do that. Nice. Kind of forgot though, because he's already like.I'm awake, I think. It's about a week since I played this game. So, okay, horizontal arc is 1, 4, 2, 3, and 4 is button eraser. Is there a. I know F1, F2? Yeah. Yep. Hold on. Okay, there's F2, F3, and F4. Okay.I'm kind of remember a bit. So let's go. Let's go again. I'm kind of want to, yep, finish this capture early. I mean, as fast as possible. 強そうな相手だ。さあ、行くぞ。I mean, I want to.Finish this chapter as soon as possible. Wait, huh? Oh, I'm using that? Hold on, I don't know. Damn it. Gotcha.
Well, that was quick. Yep, that was quick. Nice. I like that. Yeah, I like that. I like that. Okay, I got the hang of it right now. All right. Kind of nice.これは禁令持ちのセルルト城。また平民の小僧と騎士気取りの遊びをしているのか？遊びではない。私たちは課外授業として貴殿の資料地に侵入した獣を討伐したまでのこと。そして学院から命じられた獣の討伐は済ませた。早急に失礼させていただく。待て。まだ何か？資料地への侵入は致し方あるまい。だが無断で獣を狩ることは許すわけにはいかぬ。無断で獣を？先ほども申した通り、私たちは獣の討伐を命じられてここへ来たのだが。それは本当にこの獣だったのか？どういうことだ？私は今朝から狩りのためにこの獣を追っていた。お前たちの狙っていた獣は別の個体ではないのか？何？つまり貴様らは私が追っていた獣を間違えて討伐したのではないかと聞いている。いや、私たちは断じてそんなことはしていない。どこに証拠がある？貴様らは私の狩りを妨害し獲物を殺したのだ。謝罪を要求する。セルルト、リーナ先輩、一度衛兵隊に戻って確認を取りましょう。そうですよ。たとえ僕たちが間違っていても、わざと貴族の狩りを妨害したわけではありませんし。まあそれでも構わん。しかしその前に言っておかねばならないことがある。4頭以上の貴族である貴様に貴族採決権を行使することはできぬが、かつて皇帝の反感を買った家の者が他の貴族との間にわだかまりを作ることになる。なんなら本件を次の議会にて皇帝に進言しても良いのだぞ。また禁令持ちの一族が盗みにも似た非礼を働き、自らその名を泥に汚そうとしているとな。わかった。どうすればいい？頭を下げよ。三頭借子ともあろう娘が自身に尊敬の目を向ける平民の前で頭を下げるその姿が見られるのであれば許してやる。おい！ダメだよキリト。相手は上級貴族だ。反論すればどんな手を使ってくるかわからない。構うもんか。たとえ状況が悪化してもリーナ先輩を助けずにいつか後悔するよりマシだ。キリト、リーナ先輩、頭を下げる必要なんてない。俺たちが間違っているかもしれませんけど、こいつらの主張が正しいかもまだわからないんですよ。この私が嘘をついていると？そこまでは言っていないですよ。ただリーナ先輩を脅したのは事実だ。脅しだと？キリト、やめろ。あんたは貴族という身分とセルルト家の過去を使ってリーナ先輩を恥ずかしめたいだけだろ。無礼な奴め。貴様が資料地の民であったら貴族採決権で。貴族採決権を使えればどんな罰を与えるつもりなんだ？そうだな、貴様が修験学院の生徒であるならば、やはり剣による立ち合いで教育を施してやるだろう。なら受けて立つ。なんだと？キリト、懲罰権や貴族採決権が行使されなくとも双方の合意があれば一本選手試合が認められるはずだ。ああ、その通りだ。では貴様は立ち合いに同意するのだな？もちろんだ。キリト、なぜ自ら罰を受けるようなことを？リーナ先輩、勝手なことをして迷惑をかけてすみません。でも俺は
家柄の都合なんかでリーナ先輩の誇りが踏みにじられることに耐えられない。だから俺は身分なんて関係のない純粋な立ち合いでリーナ先輩に教わった剣技を使い、一人の剣士としてあいつらに勝ちたい。キリト、お前は本当に無鉄砲でしょうがないそば好きだ。だが私はお前を信じている。あやつらにたやすく食われるような剣士ではないとな。それに私に約束したことを忘れてはいないだろう。ええ、俺の全てを先輩に見せると約束しました。状況は変わってしまったが、ここで見せてくれ。お前の持てる力と技の全てを解き放ち、あやつらに勝て。ええ、初等練士キリト、約束を果たしてきます。では平民の小僧、準備はいいな？ああ、いつでもいいぜ。無声の分散。 Kind of different from the original though, where we fight with the Leviathan. Oh no, there's no. I got no more SP. Damn. Oh. Oh. Okay, nice. Ah, kinda like. Stop. Oh, stop. Hello there. No, you don't.Come here. Nope. Ah. Ah. No. Leg. The freak. Where's that leg came from? Hold on. I kind of forgot that. Okay. Ah, super hard. No, you don't. Oh, okay. I always do dodge though. I never do the blocking, but I don't know, should I? Come on. It's only you now. Come on. You don't want? Hello? Oh, what a quick. Oh, yep, stop. Literally. Goodbye, my friend. No, goodbye. You're not my friend.Got a bit stuttering there. Damn it. Heimin Gotoki ga nase koko made no ken wo. Dou suru? Mada yaru ka? Itte oku kedo, anta ga baka ni shita soko no Soltirina Serruto wa ore nanka yori mo zutto tsuyoi ze. Kinrei mochi no Serruto ki ga soko made no ken wo.立ち合いはこれにて終了とする。お前たち帰るぞ。Kind of disappointing. 危なかったな。 I wish I will be duel with the Leviathan. キリト勝ったぜ、ユージョ。
まったくヒヤヒヤしたよ。キリト、切られたと思ったぞ。ねえ、俺もそう思いました。この大バカ者め。だが見事な素晴らしい戦いぶりだったぞ、キリト。礼を言わせてもらうよ。独り占めできなかったのは残念だが、お前は約束通り私に全力の戦いを見せてくれた。ありがとう、キリト。リーナ先輩、とにかく無事でよかった。町へ戻ろう。ええ、帰りましょう。So I've been thinking, as we going back, I think I'm going to like skipping things. I've been, oh, there's a level there. I'm going to skipping things because I want to check something, you know, like the battle, how should I do it. Hold on. So yeah, what I've been doing since the cut there, I actually exploring things.And it took a long time. So yeah, let's go to the story then. Kisamara! Umbeer? Zuiven, 機嫌が悪そうだね。 Zizek 初等連士、何のご用で？ 聞いたぞ！ 課外授業中に、資料地で貴族に無礼を働いたそうだな！ 無礼はお互い様ですが、というか、なぜジーゼック初等連士がそのことを気になさるのですか？その貴族はライオス殿や私の家が親しくしていただいている方なのだ。なるほど、そうでしたか。貴様らのせいで我々が咎められるようなことになれば。ウンベル、その辺にしておけ。ライオス殿、以前も言っただろう、こやつらは禁令持ちの貴族とそのものから教育を受けている平民だ。こやつらに節度や礼節を求めるだけ無駄なのだ。そうでしたな、少し熱くなりすぎてしまいました。キリト初等連士。何ですか、アンティノス初等連士。見事な剣技を披露したそうだな。いつか私も手合わせしていただきたいものだ。ああ。それでは失礼するとしよう。行くぞ、ウンベール。相変わらず横柄な二人だな。ソルティリーナ先輩にまであんな風に直接失礼なことを言うなんて。リーナ先輩、先にユージオと二人で寮に戻っててくれませんか？キリトはどうするのだ？少し寄っていく場所があるので。そうか、わかった。それじゃあキリト、先に戻っているよ。うん、また後でな。ライオスのあの態度気になるな。とはいえ、あいつらのことを深く考えるのも腹立たしいし、とりあえずゼフィリアの様子を見てさっさと寮に戻ろう。アンティノス初等連士、ジーゼック初等連士、どうしてここに？おやおや、ちょうどよかったキリト連士。先ほどはウンベールが強い態度で当たって悪かったな。我らの知人に勝利した貴殿を本来なら称えるべきだった。聞くに、立ち合いで使ったのは極芸じみた剣術だそうだな。そんな卑怯な技を使ったと知り、つい苛立ってしまったのだ。あんたら褒めているのか、それとも喧嘩を売ってるのか？とんでもない。上級貴族は決して平民に何かを売ったりしないのだよ。施すことはあってもな。貴殿の曲芸、
いや、健闘をたたえてこれを進呈しよう。受け取ってくれたまえ。では我々はこれにて失礼する。おやすみ、キリト殿。いい気になるなよ、無性の輩が。うかつだった。アンダーワールド人は決して法を破らない。だがそれはこの世界の全住民が善人だということではない。法で禁じられていないことなら何をしてもいいと考える奴らも厳然と存在するのだ。ごめんよ。この花を育てようとした理由の第一は、この世界におけるイメージの実験をするため。そして第二の理由は、以前本物のゼフィリアを見てみたいと言っていたリーナ先輩の望みを叶えるため。しかし今、三つ目の理由に気づいた。俺はきっと異国の土で懸命に咲こうとしているこの花に自分自身を重ねていたのだ。現実世界から親しい愛しい人々から切り離され、いつ再会できるかもわからない寂しさや苦しさを花たちと分かち合おうとしていたのだ。信じなさい。声、いや、でもどこから。異国の土でここまで育った花たちの力を、そしてその花をここまで育てたあなた自身の力を。北の洞窟で聞いたアリスの声の幻聴とも違う。冷静で深い英知を内包し、それでいてほのかに温かい声。でももうみんな死んでしまった。大丈夫。土に張った根はまだ生きようとしているわ。それに感じるでしょ、この花壇に咲くたくさんの聖花たちが小さな仲間を助けたいと願っているのを。あなたならその願いをゼフィリアの根に伝えられる。無理だよ、俺にはそんな高等な神聖術は使えない。あらゆる術式は真意、あなたのイメージを導き整えるための道具に過ぎないわ。今だけは色区も媒体も必要ない。さあ涙を拭いて立ち上がって、そして感じて花たちの祈りを、世界の断りを。頼む、力を、命を、ほんの少しだけ分けてくれ。イメージした通りに聖火から放たれる生命力がゼフィリアに流れ込んで、再びつぼみを膨らませ元通りに。なんて不思議な世界なのだろう。万物は仮想世界のオブジェクトであるはずなのに、その一方で現実世界をもはるかに超える美しさを、生命力を、そして意志を備えている。ありがとう。